おはようございます。本日は11月22日です。ここは浦和駅です。今日は何に乗るのかな？今日は特急草津に乗るという動画です。草津温泉に入れる。大変残念ですが本日は新前橋までしか乗りません。なんだ。帰ろ帰ろ。ここで終わったら盛大な詐欺動画になっちゃうんですが。乗るのはこの7両の特急草津、長野原草津口行きです。面白いことに、後続がちょっとレアな行き先。新前橋行きです。途中とレア行き先が並んでる。特急がやってきましたね。おぉ、いかにも特急って見た目してるね。屋根の影が被ってしまっていますが、これは651系という特急です。1988年から1992年にかけて製造された車両です。国鉄から JR 東日本に運営が変わった直後ですね。結構古い。実はあの京浜東北線の209系よりも少し年上なんですよ。古い。では早速乗り込んでいきましょうか。ドアが開いた。なんかちょっとボロボロな床だね。30歳の車両ですからね。あ、そういえば、この日は連休で混雑が予想されたため、指定席の切符を取りました。連休使って温泉行きたいもんね。浦和発車。次は大宮です。ところで、この特急どこ始発？上野始発です。2015年に上野東京ラインが開業しましたが、東京に行くことはありません。それはちょっと残念。かつてはベイエリア号として東京まで乗り入れていたんですけどね。そちらは E653 系になってしまいました。あらまあ。ただ、JR 東日本の方針から考えると、まだ東京都内に乗り入れる特急として、こんな古い651系が用いられているのってまあまあすごいと思うんですよね。しかも草津号投入が2014年だから、しばらくは引退はなさそうです。この電車もしばらくは走ってくれるのかな？だといいですね。さて、車内放送を聞いてみましょうか。自動放送がない。自動放送搭載じゃないというのがまた古い車両らしいですね。バリバリのバブル期に製造された651系、座席紹介です。シートピッチは 970mm。特急列車にしては普通くらいですかね。足はちょっとつっかえるけど、窮屈とまではいかなさそう。かつてこの草津号に充当されていた185系よりはだいぶ快適です。そして前面にはネットがあるね。小物を入れられる。テーブルの大きさはどうなのかな？オープンです。パカッと。特別大きくはない。駅弁を食べるなら十分ですね。この大きさなら時代相応です。さすが JR 東日本で住居ごとだけあってところどころに国鉄の衣装が垣間見えます。スタイリッシュな見た目に反して。バブル期ならさぞふかふかな座席が。すごく快適です。今ならグリーン車に充当されそうなくらい。こんな高級な見た目ならそりゃ。言うまでもありませんが、リクライニングもあります。倒したらとっても快適そう。最高ですよ。夜メロン街を庭に去年乗ってられるそうです。いいとこちょいが下手くそすぎる。ドア上には3色 LED の表示器が。よく見たら時計もある。最近は車内に時計を搭載する車両も減ってきましたからね。大宮に着いたら何人か乗ってきたね。そりゃ埼玉県で一番大きい駅ですからね。ちなみに大宮を出ると次は熊谷まで止まりません。新幹線みたい。新幹線よりは遅いですが、観光地へ行くなら新幹線よりもだいぶ楽ですからね。お、カーテンだ。まだ生き残っていたんだ。カーテンを使った特急が消えつつある中、これはなかなか珍しいですよね。意外としっかりしている。これは何？これはですね、読書灯です。最近のだとこの辺にスイカとかをタッチする機会があるけど違うんだね。21世紀になるまではスイカというサービスすらなかったものですからね。というわけで発車。次の停車駅は熊谷です。熊谷も秩父鉄道に乗り換えられるので、多少の需要はあるかもですね。でも、メインはやっぱり草津温泉。そうなんですよね。事実、ほとんどの客は新前橋から先まで乗るみたいでした。今気づいたんですが、この頭の部分、これ、とんでもなく沈みます。もはやポパー。バブル期の車両は格が違うね。ちょっと走ると209系の訓練車が、京浜東北線に昔走ってたのも、そうですそうです。今、仲間は帯を張り替えられ千葉で活動している209系ですね。奥の方には新幹線の線路もあるね。新幹線、見えてほしい。まだ見えないね。その新幹線の線路の手前には鉄道博物館が、あ、
幹線。今はもう走っていませんか。E1系です。かつて東北、上越新幹線を走り抜けた2階建て新幹線です。新幹線見れてよかったね、ラルアちゃん。見えたといえば見えたけど。熊谷までしばらく止まりませんし、ちょっと車内探検に移りましょうか。列車は7両編成。上り方面が1号車ですね。真ん中の4号車がグリーン車。その前にもその後ろにも3車両ずつ普通車があるね。というわけでデッキに出てきました。ちょっとびっくりしたのが、トップナンバーの編成に乗っていたということです。今日はいいことあるぽい。今では当たり前すぎて案内もされないですが、全面的に禁煙という案内。30年前の車両だとやっぱり。よくないですか、このドアの感じ。縦長の窓。真ん中にも金具があるね。ここもまたスズメカシファが。こういうでかいクズモノリで、なんとも20世紀後半って感じです。ゴミは溢れてない。安心。こういう秘密基地的なスペース、大好きって人もいるんじゃないですか。これは何の用途に。さあ、公衆電話でも置かれていたんですかね。それっぽいかもね。ちょっと入ってみました。落ち着くには落ち着きますが、ちょっと虚しさも感じます。そら座ってた方がいいもんね。皆さんお待ちかねかはさておいて、トイレタイムのお時間です。ひとまず男子トイレからってわけね。ひとまずオープンです。これあれっすね、明らかに現代より小便器が。こちらは男女共用のトイレですね。ひとまず、開けるとしましょうか。あんまり広くない。この頃はバリアフリーの概念は今ほどはありませんでしたからね。とりあえずロックをかけて。これでよし、ですね。こういうロック工事。何回もと比べると狭めです。そして簡易的な前面柱。ここは今でもほぼ変わっていないですね。謎のペダルもあるなぁ。これ、トイレの水を流すペダル。その通りです。昔の車両にはよく見かける設備ですけれどもね。ただ、こっちは自動なのちょっとちぐはぐ感がありますよね。さて、いよいよトイレを脱出します。もう4機は踏んだってこと。まあ、そうなりますね。はい、脱出。扉、内側に乗れるんだね。ちょっと窮屈ですが、これも仕方のないことです。元の席に戻る途中、荷物置き場みたいなものを発見。全然使われてなさそうだなぁ。公衆電話スペースみたいに入り込んでみた。こんな変な真似はしませんよ。座席に戻ってきました。これがこの特急のスピード。特急にしてはこれでもそこそこスピードを出す方なんじゃないかなと思います。山間部を走る特急だともっと遅いもんね。走行しているうちに電車は熊谷に到着。やっぱり新幹線よりは遅いですが、これも特急の醍醐味です。新幹線なら12分前後のところを特急で25分で行ってもいいじゃないですか。時間にこだわらない生き方。向こうにも651系が走っているのが見えました。ちょっと貴重かもね。本数も時間帯も限定されていますからね。さて、熊谷の次は高崎です。埼玉北部まで来ると一気に景色が変わるね。ちょっとさびれてる。この感じ。高崎線は籠原を境に本数がだいぶ減りますからね。ちなみに籠原行きは高崎まで行かないせいで全然愛されてない行き先として有名です。中途半端な行き先は嫌われる。この辺に車庫があるので、ちょっと仕方ないところはありますけどね。今更ですが、肘掛けの下には座席を回転させられる機構があります。ズームしてみると、なんかちょっと汚いね。30歳の車両相応な気もする。あと付け看板材の防犯カメラもあるね。なんで？見るからに汚れてしまっている窓。今まで走ってきた歴史を感じるね。放置されてるのかな。列車は群馬県に突入。もう間もなく高崎です。高崎からは上越線を経て吾妻線に入っていきます。いよいよムードが出てきたね。そんなわけで次の停車駅は新前橋です。次で降りる。そうです。しかも高崎から新前橋はすぐですよ。早く降りる準備をしないとね。夜メロンにしては意外にもちゃんとしたツイッターの使い方をしてるね。ちびまる子ちゃん電車の時はひどかったけど。この651系、なんと普通列車として使われていた時期がありました。こんな豪華な車両が。実は常磐線が全通してなかった頃、富岡から岩木の間の運転で用いられていました。本当に運転されてたんだ。
車内はボックスシートみたいになってましたが、転換してリクライニングすることも可能みたいでした。そうなんだね。でもよく見たら枕カバーみたいなのがない。あくまで普通列車としての運用でしたからね。それにこの乗り得運用は常磐線の全線開通でなくなっちゃいました。常磐線の復旧まで運転していたんだからいい働きをしたんじゃないかな。そうですね。というわけでもう新前橋なので下車。もうちょっと持っていかかった。ところであの特急は前橋まで行くの？吾妻線に入れなくなっちゃうので羊毛線の前橋方面には行ってくれません。その代わりとして羊毛線と接続できる新前橋で停車をするというわけですね。かわいそうな県庁所在地。このグリーン車を見たらまた乗りたくなってきちゃいました。普通車と変わらなさそうだけど。あれ？でもよく見たら座席が。そうなんです。今では多くない2プラス1配置の座席になっているんですね。これは乗ってみたい。普通車だけでも豪華なのにね。以上、本日は651系乗車機でした。30年前とだけあって今とだいぶ違かった。新幹線じゃなくてこれに乗ってゆったり行くのも良さそうだね。乗れる機会があったらぜひ乗ってみてくださいね。というわけで本日はここまでです。また次の動画も見てくださいね。